「22」「お前はどの程度まで私の陰謀を察していたか知らない」「敏感なお前は定めしかなり深いところまで想像を巡らしてもいただろう」「だがさすがのお前も私の計画なり理想なりがこれほど根強いものとはまさか知らなかっただろうね」 物語を終えると、ちょうどその時は真っ赤な花火がまだ消えやらず空を染めていましたが、その赤鬼の形相をもって、広助はじっと千代子を睨みつけるのでした。返して返して千代子はもう最前から外文を忘れて泣き喚きながら、 ただこの一言を繰り返すばかりでした。聞け、千代子。ヒロスケは彼女の口を塞ぐようにして怒鳴りつけました。こんなに打ち明けてしまってから、お前をただ返すことができると思っているのかお前はもう、俺を愛さないのか昨日まで、 いや、たった先ほどまで、お前は俺が本当のゲンザブ三郎であるかどうかを疑いながら、やっぱり、俺を愛していたではないか。それが、俺が正直に告白をしてしまうと、もう俺を仇のように憎み恐れるのか。話してください。返してください。そうか。 じゃあお前はやっぱり俺を夫の仇だと思っているのだな。こもだけの仇だと思っているのだな。千代子はよく聞くがいい。俺は、お前が、この上もなく可愛い。いっそお前と一緒に死んでしまいたいほどに思っているのだ。だが、俺にはまだ未練がある。 瞳広助を殺し、菰田玄三郎を蘇生させるために、俺はどれほどの苦心をしたか。そして、このパノラマ国を築くまでに、どのような犠牲を払ったか。それを思うと、暇一月ほどで完成するこの島を見捨てて死ぬ気にはなれない。だから千代子を。 俺はお前を殺す他に方法はないのだ。殺さないでください。それを聞くと、千代子は枯れた声を振り絞って叫ぶのです。殺さないでください。何でもあなたのおっしゃる通りにします。剣三郎として、今までのようにあなたに使えます。誰にも言いません。 これから先も口へは出しません。どうか殺さないでください。それは本気か花火のために真っ青に彩られた広助の顔の目ばかりが紫色にギラギラと輝いて突き通すように千代子をにらみつけました。<laughs> <laughs> ダメだダメだ。俺はもう、お前が何と言おうが、信ずることはできないのだ。ひょっとしたら、お前はまだいくらかは俺を愛していてくれるかもしれない。お前の言うことが本当かもしれない。だが、何の証拠があるのだ。お前を生かしておいては、俺の身が滅びるのだ。 よしまた、お前は他人に知らせぬつもりでいても、俺の告白を聞いてしまった以上、女のお前の腕前では、とても俺だけの虚勢が晴れるものではない。いつとなく、お前の素振りがそれを打ち明けてしまうのだ。どっちにしても、俺はお前を殺す他に方法はないのだ。 嫌です。嫌です。私には親があるのです。兄弟があるのです。助けてください、ご章です。本当にテクノボーのように、あなたの言いなり次第になります。話して、話して。そら、ミロ。お前は命が惜しいのだ。俺の犠牲になる気はないのだ。 お前は俺を愛してはいないのだ。源三郎だけを愛していたのだ。<laughs> いや、たとえ源三郎と同じ顔形の男を愛することができても、悪人のこの俺だけは、どうしても愛せないのだ。俺は今こそ分かった。俺はどうあっても、お前を殺す他はない。 そして、広助の両腕は、千代子の肩から徐々に位置を変えて、彼女の首に迫っていくのでした。はあ、助けて千代子はもう無我夢中でした。彼女は、ただ身を逃れることのほかは考えなかったのです。遠い祖先から受け継いだ御神の本能は、彼女をして、 ゴリラのように歯をむかせました。そしてほとんど反射的に彼女の鋭い剣士は広助の二の腕深く食い入ったのです「竹師匠!」広助は思わず手を緩めないではいられませんでしたその隙に千代子は日頃の彼女からはどうしても想像することのできない素早さで広助の腕をくぐり抜けると 恐ろしい勢いで海氷のように水中を跳ねて真っ暗な彼方の岸へと逃れました助けてつんざくような悲鳴が辺りの小山に響き渡りましたバカここは山の中だ誰が助けに来るものか昼間の女どもは もうこの地の底の部屋に帰ってぐっすり寝込んでいるだろうそれにお前は逃げ道さえ知らないのだ広助はわざと余裕を見せて猫のように彼女へ近寄るのです地上には何者もいないことはこの王国の主である彼にはよく分かっていました 少しばかり心配なのは彼女の悲鳴が花火の筒を通してはるかの地下へ伝わりはしないかということでしたが幸いにも彼女の上陸したのはそれの反対側でしたしまた地下の花火打ち上げ装置のすぐそばには発電用のエンジンがひどい音を立てていてめったに地上の声などが聞こえるはずはないのでした。 それにもっと安心なのはちょうど今11発目かの花火が打ち上げられてさっきの悲鳴はその音のためにほとんど打ち消されてしまったことですまだ消えやらぬ金色の火炎はあちこちと出口を探して逃げ惑う千代子の痛ましい姿を 彼女まざまざししはひととびに彼女の体に飛びついてそこへ折り重なって倒れると何の苦もなくその首に両手を回すことができましたそして彼女が第二の悲鳴を発する前に彼女の呼吸はもう苦しくなっていたのです どうか許してくれ。俺は今でもお前を愛している。だが、俺はあまり欲が深いのだ。この島で行われる数々の陥楽を見捨てることができないのだ。お前一人のために、身を滅ぼすわけにはいかぬのだ。果てはポロポロと涙をこぼして、 廣介は許してくれ「許してくれ許してくれ」を連呼しながらますますかたく腕を締めていきました彼の体の下では肉と肉とを接して裸体の千代子が網にかかった魚のようにピチピチと踊っているのです人工花山の谷底 暖かくにおやかな湯気の中で、機械なる花火の五色の虹を浴び、ざれ狂う二匹の獣のように、二人の裸体がもつれ合う。それは、恐ろしい人殺しなんかではなくて、むしろ、酔いしれた男女の裸踊りとも眺められたのです。 追い回す腕逃げ惑う肌ある時は密着した頬と頬との間にしょっぱい涙が混じり合い胸と胸とが狂わしき動機の拍子を合わせその滝つせの油汗は二人の体をナマコのようなドロドロのものに解きほぐしていくかと見えました相当というよりは 遊戯の感じでした「死の遊戯というものがあるならばまさしくそれでありましょう」「相手の腹にまたがってその細首を締めつけている広助も男のたくましい筋肉の下でもがきあえいでいる千代子もいつしか苦痛を忘れうっとりとした快感」 いいでできない頂に陥ってにっくのでしたやがて千代子の青ざめた指が断末魔の美しい曲線を描いて幾度か空をつかみ彼女の透き通った鼻の穴から糸のような血のりがとろとろと,ろと流れ出ました。 そしてちょうどその時まるで申し合わせでもしたように打ち上げられた花火の巨大な金色の花弁はくっきりと黒ビロードの空を区切って下界の花園や泉やそこにもつれあう二つの肉塊を降り注ぐ金粉の中に閉じ込めていくのでした。 千代子の青白い顔、その上に流れる糸のように細く赤漆のように艶やかな一筋の血のりそれがどんなに静かにも美しく見えたことでしょう二十三 瞳広介が T 氏の菰立てに帰らなくなったのはその日からでした。彼は全くパノラマ国の住人として、この物狂わしき王国の君主として沖ノ島に永住することになりました。千代子はこのパノラマ国の女王様だ。 人間界へは決して二度と姿を見せないだろう。お前はこの島にある群像の国を見ただろうか。時として千代子はあの目まぐるしく林立した羅体像の一人になりすましていることもあるのだよ。そうでない時には海の底の人魚か毒蛇の国の蛇使いか。 花園に咲き乱れた花のせいか。そして、そのような遊びにも飽き果てると、この壮麗な宮殿の奥深く、錦の帳に包まれた栄養映画の女王様だ。この楽園の生活を、どうして彼女が好まないことがあろう。彼女はちょうど、 昔話の浦島太郎のように、時を忘れ、家を忘れて、この国の美しさに陶酔しているのだ。<laughs> お前方は、ちっとも心配などすることはないのだよ。お前の愛しい主人は、今、幸福の絶頂にあるのだから。千代子の年取った乳母が、 主人の安否を気遣ってわざわざ沖ノ島へ彼女をお迎えにやってきたとき広助は島の地下をうがって建築した壮麗な宮殿の玉座に座ってまるで一国の帝王がその進化を陰見するような厳かな儀礼をもってこの昔ものの老婆を驚かせました老婆は 広助の美しい言葉に安堵したのかそれともその場の光景の物々しさに打たれたのか返す言葉もなく引き下がるほかはなかったのです全てがこの調子でありました千代子の父には重ね重ねの莫大な引き出物その他の親類縁者には あるものには経済上のの圧迫、あるものにはその反対に惜しげもない贈り物それからか編への付け届けなども角田老人の手によって抜かりなく実行されていたのです一方島の人々は千代子女王の姿を垣間見ることさえ許されませんでした 彼女は昼も夜も地下の宮殿の奥深く広助の居間の裏側の重い帳の陰に隠れ何人たりともその部屋に入ることを禁ぜられていたのです。でも主人の異常な思考を知っている島の人々は定めしその帳の奥には王様と女王様だけの。 陥落と夢の世界が秘められているのであろうとニヤニヤ笑いながら噂し合うくらいで誰一人疑いを抱くものとてもありません。一体島の人たちは数人の男女を除いては千代子の顔をはっきり見知っているものもなくふと行きずりに女王様のお姿を見たところでそれが果たして。 本当の千代子かどうかを見分ける力もないのでしたかようにしてほとんど不可能な事柄が成し遂げられたのです広助は駒田家の限りなき財力によってあらゆる困難に打ち勝ちすべての破綻を取り繕うことができました 今まで貧乏だった親類縁者がたちまちにしてにわか武芸となり惨めだった曲馬団の踊り子活動女優女歌舞伎たちはこの島では日本一の名優のように厚遇され若い文士、画家彫刻家建築士たちは小さな会社の重役ほどの手当てを受けているのです。 たとえそこが恐ろしい罪の国であったとしてもその人たちにどうしてパノラマ島を見捨てる勇気がありましょうそしてついに地上の楽園は来たのでした類を絶したカーニバルの狂気が前頭を覆い始めました 花園に咲くラジオの花、湯の池に乱れる人魚の群れ、消えぬ花火、息づく群像、踊り狂う鋼鉄製の黒怪物、名帝セル、笑い上語の猛獣ども、毒蛇の蛇踊り、その間を練り歩く美女の連帯、そして連帯の上には、錦の絹に包まれたこの国々の王様、 瞳広けの,ものぐるわしき笑い顔があるのです。連大は時として島の中央に完成したコンクリートの大円柱のそれには一面に青いツタがいその間をこれはまた鉄のツタのようならせん階がねじねじと頂上まで続いているのですが。 その螺旋界をよじ登ることもありました。そこの頂上の奇怪なキノコ型の傘の上からは、島全体を遥かなる波打ち際まで一目に見渡すことができたのですが、その眺望の不可思議を何に例えたらよいのでしょう。下界でのあらゆる風景は、 螺旋海を登るとともに消え去って花園も池も森も人もただ見る幾頂上の大岩壁と変わり頂上からはそれらの紅柄色の岩壁がちょうど一輪の花の各々のの花弁の形ではるかの波打ち際まで重なり合って見えるのです。 パノラマ国の旅人は様々の奇怪な景色の後でこの思いも設けぬ眺望にまたしても一興を喫しなければなりません。それは例えば島全体が大海に漂う一輪のバラでありましょうか。巨大なるアヘンの夢のシンクの花が 空なるお天道様とたった二人で対等の交際をしているのです。その類なき単調と巨大とがどのように不思議な美しさを醸し出していたか。ある旅人はともすれば彼の遠い遠い祖先が見たであろうところのかの神話の世界を。 思い出したかもしれないのですがそれらの素晴らしい舞台での日夜を分かたぬ狂気と陰頭乱舞と陶水の陥落凶庄司の遊戯の数々を作者はいかに語ればよいのでありましょうそれはおそらく読者諸君のあらゆる悪夢のうちもと とも高頭無形で最も血みどろでそして最も快霊なるものに幾分似通っているのではないかと思われるのですが24読者諸君この一遍のおとぎ話は ここに、めでたく大断炎を告げるべきでありましょうか。瞳広助の菰田玄三郎は、かくして彼の100歳まで、この不可思議なパノラマ国の陥落に、ふけり続けることができたのでありましょうか。<laughs> いやいや、そうではなかったでしょう。古風な物語の癖として、 クライマックスの次にはカタストロフィーというセモ者がちゃんと待ち構えていたはずですある日のことひろ広けはふと何故とも知らぬ不安に襲われたのでしたそれはもしかしたら世に言う勝利者の悲哀であったかもしれません 絶え間なき陥落から来た一種の疲労であったかもしれません。あるいはまた過去の在庫に対する心の底の恐怖がそっと彼のうたた寝の夢を襲ったのであったかもしれません。しかしそのような理由のほかにある一人の男がその男の身辺を包む空気と一緒にそっと とこの島へ持ってきた不思議な協調ともいうべきものがあるいは広助のこの不安の最大の原因ではなかったのでしょうかおい君あの池のそばにぼんやり立っている男は一体誰なのだ一向見覚えのない男だが。 彼は最初その男を花園の湯の池のほとりに見出しました。そしてそばにはべっていた一人の詩人にこう尋ねたのです。ご主人はお見忘れになりましたか詩人が答えて言うのには、あれは私どもと同じような文学者なのです。 2度目にお雇いなすったうちの1人なのですこの間しばらく国へ帰ったとかで見かけなかったようですがたぶん今日の便箋で帰ってきたのではありますまいかああそうだったかそして名前は何というのだ北見小五郎とか申しました北見小五郎 私は一向思い出せないがその男が不思議に記憶に残っていないことも何かの協調ではなかったのでしょうかそれからというもの広助はどこにいても北見小五郎という文学者の目を感じました 花園の花の中から、湯の池の湯気の向こうから、機械の国ではシリンダーの影から、彫像の園では群像の隙間から、森の中の大樹の木陰から。彼はいつでも、広助の一挙一動を見つめているように思われました。そして、ある日のこと。 かの島の中央の大円柱の陰で広助はあまりのことについにその男を捕らえたのでした「君は北見小五郎」とか言ったね僕が行くところにはいつでも君がいるというのは少しばかりおかしいように思うのだがすると 憂鬱な小学生のようにぼんやりと円柱にもたれていた相手は青白い顔を少しあからめながらうやうやしく答えるのですいえそれはきっと偶然でございましょうご主人偶然多分君の言う通りなのであろうだが君は今そこで 何を考えていたのだね昔読んだ小説のことを考えておりました。非常に感銘の深い小説でした。おう、小説。なるほど。君は文学者だったね。して、それは、誰の何という小説なのだねご主人は、 多分ご存知ありますますい、無名作家のしかも活字にならなかったものですからひとみひろすけという人の RA の話という短編小説なのですひろすけは突然昔の名前を呼ばれたくらいで驚くには あまりに鍛錬を経ていました彼は相手の意外な言葉に顔の筋一つ動かさないでそればかりかはからずも彼の昔の作物の愛読者を見いだした不思議な喜びをさえ感じながら懐かしく言葉を続けるのでありました瞳広介 っているよおとぎ話のような小説を書く男であったがあれは君僕の学生時代の友達なのだよ友達といっても親しく話したこともないのだけれどだが RA の話というのは読まなかった君はどうしてその原稿を手に入れたのだね そうですか。では、ご主人のお友達だったのですか。不思議なこともあるものですね。RA の話は、1900某年に書かれたのですが、その頃は、ご主人はもう、T 氏の方へお帰りなすっていたのでしょうね。帰っていた。その2年ばかり前に別れたきり。 瞳とはすっかりご無沙汰になっている。だから彼が小説を書き出したことも雑誌の広告で知ったくらいなのだよ。では学生時代にもあまりお親しい方ではなかったのですか。まあそうだね。教室で顔を合わせれば挨拶を交わす程度の間柄だった。 私はこちらへ来るまで、東京の警察誌の編集局にいたのです。その関係から、みさんともお知り合いになり、未発表の原稿も読んでいるわけですが、この RA の話というのは、私などは実に傑作だと思っているのですけれど、編集長があまりに能演な描写を気遣って、 つい握りつぶしてしまったのです。それというのが、瞳さんはまだ駆け出しの名もない作者だったものですから。それは惜しいことだったね。して、瞳すけは、この頃では何をしているかしら。ひろすけは、 この島へ呼んでやってもいいのだが、と付け加えたいのをやっと我慢したのです。それほど彼は、彼自身の旧悪については自信があり、真から菰田玄三郎になりきっているのでした。<laughs> まだご存じないと見えますね。北見小五郎は、 感慨深く言うのですあの人は昨年自殺をしてしまったのですおお自殺を海へはまって死んだのです遺書があったので自殺ということがわかりました何かあったのだね多分そうでしょう私には分かりませんが それにしても不思議なのは、ご主人と,ひとみさんと、まるで双子のようによく似ていることです。私は初めてこちらへ参ったとき、もしやひとみさんがこんなところに隠れていたのではないかとびっくりしたほどでした。無論ご主人も、そのことはお気づきでしょうね。よく冷やかされたものだよ。 神様がとんだいたずらをなさるものだから。ひろすけはさも来楽に笑ってみせました。北見小五郎もそれにつれておかしくてたまらぬように笑いました。その日は 空が一面にネズミ色の雨雲に覆われ嵐の前といった嫌に静かなそよりとも風のないそれでいて島の周りには波が獣のうなり声で不気味に泡立っているような天候でした影のない大円柱は低い黒雲への 『悪魔の木座橋のようにそそり立っていつかかえもあるその根元のところに小さな二人の人間がしょんぼりと話し合っていましたいつもはラジオの連帯に乗るかそうでなければ数人の召使いを引き連れている広助がこの日に限って一人ぽっちでここへ来たのも一夜とい人に過ぎない北見小五郎と こんな長話を始めたのも不思議といえば不思議でした。本当にまるで瓜二つです。それに似ているといえばまだ妙なことがあるのです。北見小五郎はだんだん粘り強く話し込んでくるのでした。 妙なとは広助も何かこのまま別れてしまう気にはなれないのです今の RA の話という小説がですですがご主人はもしやみさんからその小説の筋のようなものをお聞きなすったことはないのでしょうか いや、そんなことはない。さっきも言う通り、瞳とはただ学校が同じだったに過ぎない。つまり、教室での知り合いなのだから、一度だって深く話し合ったことなんか、ありゃしないのだよ。本当でしょうか君は妙な男だね。僕が嘘を言うわけもないではないか。 ですがあなたはそんなふうに言い切っておしまいなすっていいのでしょうかもしや後悔なさるようなことはありますまいかこの北見の異様な忠告を聞くと広助は何かしらゾッとしないではいられませんでしたでもそれが何であるか分かりきったことをどう忘れしたようで 不思議と思い出せないのです君は一体何を広助は言いさしてふと口をつぐみましたぼんやりとあることが分かりかけてきたのです彼の顔は青ざめ呼吸はせわしくなり脇の下に冷たいものが流れました そうだね。少しずつお分かりでしょう。私という男が、何のためにこの島へやってきたかが。わからない。君の言うことは少しもわからない。狂気めいた話は、よしにしてくれたまえ。<laughs> そして、広助はまた笑いました。しかし、それはまるで、 幽霊の笑い声のように力のないものでした。お分かりにならなければお話ししましょう。北見は少しずつ飯使いの節度を失っていくように見えました。RA の話という小説のいくつかの場面とこの島の景色とがどこからどこまで 全く同じだというのです。それはちょうど、あなたがひとみさんに生き写しであるように、生き写しなのです。もしあなたが、みさんの小説も読まず、話も聞いていらっしゃらぬとしたら、この不思議な一致は、どうして起こったのでしょう。暗号というには、 あまりに一致しているのです。このパノラマ島の創作は、RA の話の作者と寸分違わぬ思想と興味を持った人でなくてはできないのです。いくらあなたと瞳とさんと顔形が似ていると言って、思想まで全然同一だとは、あまり不思議ではありませんか 私は今それを考えていたのですよそれでどうだというのです広助は呼吸を詰めて相手の顔をにらみつけましたまだお分かりになりませんかつまりあなたは菰田源三郎でなくてその瞳広助に相違ないというのです もしあなたが RA の話を読んでいるとか聞いているかしたならばそれを真似てこの島の景色を作ったと言い逃れる術もあったでしょうところがあなたは今そのたった一つの逃れ道をご自分で塞いでおしまいなすったではありませんか広助は 相手の巧みな罠にかかったことを悟りました。彼はこの大事業に着手する前一応自作の小説類を点検して別段災いを残すようなもののないことを確かめておいたのですが握りつぶしになった当初原稿のことまでは気づかなかったのです。 RA の話なんていう小説を書いたことすらほとんど忘れていたくらいですこの物語の最初にも述べたように彼は書く原稿も書く原稿も大抵は握りつぶしにされたような哀れな著述家であったのですからが今北見の言葉によって思い出せば 彼は確かにそのような小説を書いていてました人工風景の創作ということは彼の多年の夢であったのですからその夢が一方では小説となり一方ではその小説と寸分違がわぬ実物として現れたとて少しも不思議はないのでした。 あれほど考えに考えた彼の計画にもやっぱり手抜かりがあったのですそれがものもあろうに没所になった原稿だったとは彼は悔やんでも悔やみ足りぬ思いでした、はあもうダメだ とうとうこいつのために正体を見表されたかもしれない。だが待てよ。こいつの握っているのは、たかが一辺の小説じゃないか。まだへこたれるには少し早いぞ。この島の景色が他人の小説に似ていたとて、何も犯罪の証拠にはならないのだから。広ロは、 とっさの間に心を定めてゆったりした態度を取り返すことができました<笑><笑>君もつまらない苦労をする男だね僕が瞳広介だって <laughs> 何瞳広介だって一向構いはしないがどうも僕はも田源三郎に相違ないのだから いた方がないね。いや、私の握っている証拠がそれだけだと思っては大間違いですよ。私は何もかも知っている。知ってはいるのだけれど、あなた自身の口から白状させるために、こんな回りくどい方法をとったのです。 いきなり警察沙汰なんかにしたくないわけがあったものですから。というわけは私はあなたの芸術には心から敬福しているのです。いくら東小路伯爵夫人のお頼みだからといってこの偉大な天才をむざむざ浮世の法律なんかに裁かせたくないからです。 すると君は東小路からの回し者なんだね広助はやっと意味を悟ることができました源三郎の妹の嫁いでいる東小路伯爵というのはあまたの親族のうちで金銭の力で自由にできないたった一人の例外だったのです。 北見心はその東浩二夫人の手先のものに相違ありませんそうです私は東浩二夫人のご依頼によって来ているものです日頃お国の方とはほとんどご交際のない東浩二夫人が遠くからあなたの行動を監視なすっていたとはあなたにしても意外でしょうね いや妹が僕にとんでもない疑いをかけているのが意外だよ。会って話してみれば、すぐわかることなんだが。そんなことをおっしゃったところで、今さら何の甲斐があるものですか。RA の話は、私があなたを疑い始めたほんのきっかけに過ぎないので。 本当の証拠は他にあるのですからではそれを聞こうではないか例えばですね例えば例えばこのコンクリートの壁にくっついている一本の髪の毛ですよ 小五郎はそう言って傍らの大円柱の表面のツタを分けてその間に見える白い地肌だからうどんげのように生えている一本の長い髪の毛を見せましたあなたは多分これが何を意味するかご承知でしょうねおっとそれはいけません あなたの指が引き金にかからぬ先に、ご覧なさい。私の玉が飛び出しますよ。北見はそう言って、右手に持った光るものを差し付けました。広助はポケットに手を入れたまま化石したように動けないのです。私はこの間から、 この一本の髪の毛について考え続けていたのです。そして今、あなたとお話ししている間に、やっと真相に触れることができました。この髪の毛は、一本だけ離れたものでなくて、奥の方で何かに続いているということを確かめることができたのです。 では今それを試してみましょうか北見小五郎は言うかと思うとやにわにポケットから大型のジャックナイフを取り出して髪の毛の下のあたりをめがけて力任せに突き立て突き立てしたのですするとコンクリートがバラバラとこぼれてやがて 頑丈な刃物が半ばも隠れたかと思うとその刃先を伝わって真っ赤な液体がタラタラと流れ出し見る間に白いコンクリートの表面に鮮やかな一輪のボタンの花が咲いたのです掘り返して見るまでもありませんこの柱には 人間の死体が隠してあるのですあなたのいや菰田源三郎氏の夫人の死体が幽霊のように青ざめて今にもそこへ座りそうな広助を片手で抱き留めながら北見は普通の調子で続けました無論私は この一本の髪の毛からすべてのことを推察したわけではありません人見広助が菰田源三郎になりすますためには菰田夫人の存在が最大の障害に相違ないという点に気が付いたのですそれであなたと夫人の間柄を注意深く観察しているうちにふと夫人の姿が 我々の眼界から消えてしまうようなことが起こりました他の人は騙しをおせても私を騙すことはできませんこれはてっきりあなたが夫人を殺害なすったに相違ないと考えたのです殺害したからには死体の隠し場所があるはずです <laughs> あなたのような方はどんな場所をお選びなさるでしょうねところで私にとって好都合だったのはこれもあなたはお忘れなすっているかもしれませんが RA の話にその隠し場所がちゃんと暗示されてあったのですあの小説には R.A. という男が彼のアブノルマルな好みからコンクリートの大円柱を立てる際に昔の橋武神などの伝説をまねて「小説のことですから人を殺すのは自由自在です」「必要もないのにそのコンクリートの中へ一人の女を人柱として生き埋めにすることが書いてありました」 もしやと思って夫人がこの島へ来られた日を食ってみますとちょうどこの円柱の板囲いが出来上がってセメントを流し込み始めた頃であったことが分かりました実に安全な隠し場所ですねあなたはただ人のいない時を見計らって足場の上まで死体を抱き上げ 板囲いの中へ落とし込みその上から23倍のセメントを流しておきさえすればよかったのですからですが夫人の髪の毛が1本だけコンクリートの外へもつれ出していたというのは <laughs> 犯罪には何かしら思わぬ行き違いができるものではありませんか 啓介はたあいもなくくずれて円柱のちょうど千代子のちしおのあたりにもたれかかっていました。北見心はそのみじめなありさまを気の毒そうに眺めながらでも考えていただけのことは言ってしまうつもりでした。 それを逆にしますと、つまりあなたが婦人を殺害しなければならなかったということは、とりも直さず、あなたが菰田玄三郎ではなかったことです。わかりますかこの婦人の死体が、さっき言った証拠の一つなのですよ。無論、それだけではありません。 私はもう一つ最も重大な証拠を握っております多分もうお分かりだと思いますがそれは他でもない菰田家の菩提寺の墓場にあるのです人々は菰田氏の墓場から死骸が消え失せ別の場所に菰田氏とそっくりの生きた人間が現れたのを見て たちまち菰田氏が蘇生したものと信じきってしまいましたですが棺桶の中から死体がなくなったといって必ずしもその死体がよみがえったとは決められません死体は他の場所へ運ばれているかもしれないからです他の場所 <laughs> それは、 最も手近なところにいくつも棺桶が埋めてあるのですから死体を運び出した者がそれをどこかへ隠そうとするならそのお隣の棺桶ほど屈強の場所はありませんなんとうまい手品ではありませんか菰田源三郎の墓の隣には源三郎の祖父にあたる人の勘が埋めてあるのですがそこには今。 あなたの思いやりのある計らいでおじいさんと孫とが骨と骨とで抱き合って仲良く眠っているのですよ北見小五郎がそこまで話し進んだ時崩れていた瞳すけは突然ガバと羽をきて薄気味悪く笑い出すのでした。 <laughs> いや君はよくも調べ上げましたねその通りです寸分間違ったところはありませんだが実を言うと君のような名探偵を煩わすまでもなく僕はもう破滅に瀕していたのですよ 遅いか早いかの違いがあるばかりです。一時は僕もはっとして君に手向かおうとまでしましたが、<laughs> 考え直してみると、そんなことをしたところで、わずか半月か一月、今の陥落を伸ばすことができるだけです。それが何でしょう 僕はもう作りたいだけのものを作り、したいだけのことをしました。思い残すところはありません。潔く元の瞳すけに帰って、君の指図に従いましょう。打ち明けますと、さすがのも田家の資産も、あとやっと一月この生活を支えるほどしか、 残っていないのですよしかし君はさっき僕みたいな男をむざむざ浮世の法律に裁かせたくないとか言われたようでしたねあれはどういう意味なんでしょうかありがとうそれを伺って私も本望です あの意味ですか。それは、警察なんかの手を借りないで、潔く処決していただきたいということです。これは、東小路伯爵夫人の言いつけではありません。やはり、芸術に仕える一人のしもべとして、私一個人の願いなのですが、 ありがとう。僕からもお礼を言わせてください。ではしばらく僕を自由にさせておいてくださるでしょうか。ほんの30分ばかりでいいのですが。よろしいとも。島には数百人のあなたの召使いがいますけれど、あなたを恐ろしい犯罪者と知ったなら。 まさか味方をするわけもないでしょうしまた味方を借り集めて私との約束を保護になさるあなたでもありますまいでは私はどこにお待ちしていればよいのでしょうか花園の湯の池のところで広助は言い捨てて。 大中の向こう側に見えなくなってしまいました25それから10分ばかりのち北見小五郎はあまたのラジオたちに混じって湯の池のにおやかな湯気の中に半身を浸して。 のどかな気持ちで広助の来るのを待ち受けていました空はやっぱり一面の黒雲に覆われ風はなし目地の限りの花の山は銀ネズミ色に眠って湯の池にさざ波も立たずそこに湯あみする数十人のラジオの群れさえ まるで死んだように押しだまっているのです北見の目にはその全体の景色が何か憂鬱な天然の教えのようにも見えたことでしたそして10分20分と過ぎてゆく間がどのように 長々しく感じられたことでしょう。いつまでも動かぬ空、花の山、池、ラジオの群れ、そしてそれらを込めた夢のようなネズミ色。しかしやがて人々は池の片隅から打ち上げられた時ならぬ花火の音に、 と我に帰り、次の瞬間空を見上げてそこに咲き入れた光の花のあまりの美しさに再び簡単の叫びをあげないではいられませんでしたそれは常の花火の5倍ほどの大きさでそれゆえほとんど空いっぱいに広がって一つの花というよりは あらゆる花を集めて一輪にしたような五色の花弁がちょうど万華鏡の感じで下がるに従ってはらはらとその色と形を変えながらなおも広く広くと広がっていくのでした夜の花火でもなくそうかといって昼の花火とも違い 黒雲と銀ネズミ色の背景に五色の光が怪しき艶消しとなってそれが刻一刻面積を広めながらじりじりと釣り天井のように下がってくるありさまは真実魂も消えるばかりの眺めでしたその時北見小五郎は くらめくような五色の光の下でふと数人のラジオの顔にあるいは肩に紅色のの飛沫を見たのです最初は湯気の雫に花火の色が映ったのかとそのまま見過ごしていたのですがやがて紅の飛沫はますます激しく降り注ぎ 彼自身の額や頬にも、異様の暖かな滴りを感じて、それを手に移してみれば、曲がう刀なきくれないの雫。人の血潮に相違いないのでした。そして彼の目の前の湯の表に、 ふわふわと漂うものをよく見ればそれは無残に引き裂かれた人間の手首がいつの間にかそこへ降っていたのです北見小五郎はそのような血生な臭い光景の中で不思議に騒がぬラジオたちをいぶかりながら彼もまた そのまま動くでもなく池の黒にじっと頭を持たせてぼんやりと彼の胸の辺りに漂っている生々しい手首の花を開いた真っ赤な切り口に見入りましたかようにして瞳広助の五体は 花火とともに粉みじんに砕け彼の想像したパノラマ国のおののの景色の隅々までも血液と肉塊の雨となって降り注いだのでありました。